まあカレーですね。うまい。プラスアペゴ北九州の赤熊と言います、はい、赤熊選手よろしくお願いします。お願いします。さあ今回はビーチサッカーということで、はい、基本的なことを言うとまずビーチサッカーの日本代表でいらっしゃる、今年行われたロシアワールドカップで日本代表は準優勝になったんですけど、まあ、その中で僕は得点ランキング3位のブロンズ賞をいただいたっていうのが多分一番大きな賞かなと思います。そうですね、僕小学校3年から、高校3年生まで一応サッカー、はい、ずっとやってて、僕のいた高校は本当、県大会に出るか出ないかぐらいの、まあ、本当強豪校とかではなかったんで、まあ、選手としてもそこまですごい選手じゃなかったと 思います。高校卒業と同時にもサッカーはやめて、仕事をしながらも趣味程度で本当フットサルとか、まあ、サッカーとかはやってました。僕がビーチサッカー始めたきっかけは今のこのラストアペゴ北九州の代表の人がビーチサッカーを始めるっていう情報を得て、ビーチサッカーってなんだろうってとこからが入ったんですけど、わすごい面白そうだなっていうのがきっかけの一つです。今こうやってこう世界を相手に戦っていらっしゃる赤熊選手のことを考えると、はいはい、こう逆に想像しがたいという感じもするんですけど、はい、そのサッカーやってる子供たちとかにも、うん、なんですかね、選択肢がすごく増えるのかなっていう、サッカーももちろんいいですけど、うん、ビーチサッカーっていう選択肢もあるよっていうのにはつながるのかなっていうのはすごく感じます。何がそんなにこう赤熊選手を魅了したんですか。どこからでもシュートが打てるっていうのと、やっぱりオーバーヘッドがもう本当にハマったきっかけですね。特にオーバーヘッドは小さい頃からキャプテン翼を見てしてみたいなって思ってたプレーがビーチサッカーで来るとそれが当たり前みたいな、それも一つハマったきっかけかなっていうのがあります。ただ最初からできたわけじゃないですか。あ、もう全然、僕最初やっぱり俺にはできないなと思いました。飛べない、インパクトも、ボールもちゃんと当たらないとか、もう本当全くオーバーヘッドにならないから始まりました。僕は源っていう選手がいるんですけど、本当その人と2人で頑張ろうやっつって、この長井浜から世界に行こうぜっていうのが本当一つきっかけで、そこからもう毎日毎日オーバーヘッド練習してとか、やっぱオーバーヘッドをできることによってあのプレーが一つ増えるんで、やっぱ相手にとっても気をつけろってなると他のプレーもしやすくなって、自分のプレーの幅が広がってどんどんプレーがしやすくなりました。もともといわゆるストライカータイプだったんですか。サッカーの時はキーパーとセンターバックだったんで、はい、そうなんですか、はい、でそれが世界大会で得点を狙える方になった。はい、これってすっごいサクセスストーリーだと思うんですけど。そうですか。最初から日本代表になりたいと思ってました、もちろん。ただそんなうまくいかないんで、チームに入っても、もう試合に出れない、もうもちろんどんだけ練習してもなんか上手くなった実感が出てこないっていう、もう本当そういうのが2年ぐらい続いたんですけど、諦めずにずっと本当コツ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 毎日練習した結果、2014年、うんに初めて本当に日本代表候補合宿に呼んでもらって、まあ、そこで少し自信が出たっていうのは、やっぱ上手くなってるのかなっていうのはそこですごく感じたのを。初めて代表に選ばれた時の気持ちっていかがですか。はい、あの電話がかかってきたんですけど、全身震えました。本当すごく目指してたんで、もうなんか人生かけてたっていう表現が合ってるか分かんないですけど、積み上げてきた努力があるから。そうですね、っていうのとオーバーヘッドがあったから。そうですね、もうオーバーヘッド本当その一つの僕の武器なんで。筋トレはもうすごく、筋トレは欠かさないようにしてます。ウェイト、僕のポジションはやっぱり相手選手とぶつかり合いが多いですし、特に相手にぶつかりに行くタイプなんで、やっぱりある程度の筋力は必要だなっていうのを世界の選手と戦った時にすごく感じたんで、筋トレをもう取り入れてやってます。僕は相手を背負うプレーが多いんで、ポストプレー、はい、背中の力だったり腕意識はしてますけど、世界で
戦える選手っていうのをイメージして、まあ、実際ワールドカップとかに行かしてもらって、はい、やっぱりできなかった悔しさがすごいあって、どうしたらそういった世界に近づけるかなって思った時に、普段の練習の時からやっぱ意識高くやらないと厳しいなっていうのを感じたんで、普段は普通にお仕事はされてるんですよね、はい、普段、はい、昼間働かせてもらってます。福祉系の仕事をさせてもらってるんですけれど、もちろんビーチサッカーで、はい、ビーチサッカーの練習をして試合に出て、まあ、ご飯を食べたり家族を養えたりするのがやっぱりビーチサッカー選手にとって一番いい環境なのかなっていうのはすごくありますけど、まあ、仕事をすることによってやっぱ応援してくれる人も増えましたし、練習行く前に頑張ってねってこう言ってもらえる機会も多いですし、そういう面で見るとまあ仕事をしながらも悪くないなっていう部分もあります。まあスポンサーさんとかもたくさん応援してくれてるんで、ビーチサッカーに理解のある街かなっていうのはすごく思います。やっぱりなかなかビーチサッカーの選手やってて、生活がなかなか難しいっていうのも一つ課題かなっていうのはあるんですけど、そうやって、まあ、支援をしていただいていることでより競技に集中できる環境を本当与えてもらってるなっていうのはすごく感じます。僕にとって本当そういう助成金の補助だったり、まあ、サポートだったりはすごく助かる部分が大きくて、なかなかビーチサッカー一本で生活するのは難しい中ですごく僕自身は助かってます、福岡の人は本当、まあ、僕のイメージなんですけど、はい、人情に扱ったり、思いやりのある人がすごく多いイメージなんですけど、なんかそういった人たちの中でビーチサッカーをやりたいっていうのもありますし、まあ、ずっと僕福岡で育って、もう福岡から出れないなっていう、なんかこうチームメートとかやっぱりこうやって応援してくれる方とか、なそういう人たちから離れきれないなっていうのがあります。やっぱりそこはやっぱり人なんですかね。人ですね、僕はやっぱそこをすごいこう大事にしてます。なんていうんですかね、こうやってサポートしてくれてる、支えてくれてる人に対して恩返ししたいなっていう気持ちがすごくあるんで、まだまだ福岡で多分プレーするなと思います。そうですね、今後は今この所属してるラスアペゴ北九州で、まあ、日本一もそうですし、まあ、日本代表にしっかり選ばれて、まあ、ワールドカップ優勝と個人で得点をしっかり取りたいと思ってます。これは決してその手の届かない目標じゃないですもんね、はい、そうするとまた日本の中におけるビーチサッカーの存在そのものがこう変わってくるのかなと思います。思います、僕も、はい、期待しております。ありがとうございます。頑張ってください。頑張ります。今日はありがとうございました。ありがとうございました。スゴ技は全国で世界で活躍する福岡ゆかりのアスリートを応援する YouTube 番組です。ぜひともグッドボタン、チャンネル登録お願いします。